やばい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 、ジャンプ15、イエーイ。はい、どうもこんにちは、ワンピース大好きカイです。今日も動画ご視聴いただきありがとうございます。ぜひともこの動画高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。いやー、はい、ということでね、ワンピース語っていくわけなんですけども、めちゃめちゃ面白かった。今回ね、もう鳥肌って感じでね。まあね、ワンピースはね、毎回もちろん面白いんですけども、やっぱりまあその中にもね、こう多少のこうやっぱ波っていうのはあるわけで、まあ今回はもうバーンぶち抜いてった感じがしましたね。うん。まあもうね、このチャンネルをね、見てる方はね、もうあの内容を見た上で見てくださってるかなと思いますので、あのもう先んじてね、言ってしまうと、もうドリブロですよ、ドリブロ。ああ、もうね、迎えに来たぞーつって、ね、やばいよね。なんかシャンクスのエルバフにこう いてね、シャンクスがこう出てきた時に、キッドと戦った時にドリブロとこう再会みたいな感じでやってて、おお、なんかドリーとブロリーは戻ったんだなと、エルバフにね、戻ったんだなっていうとこも分かってたんだよね。で、キッドの船をこう箱くっつってバーン砕いてって、まあ、強さっていうのも証明したわけですよ。ただ、まあ、エルバフに行った時には会うだろうなって思ってました。僕らもね。うん。ただ、こっちに来るとは思わなかったね。わざわざ。うん。まあさ、小田先生の年末のコメントでもね、こう、ルフィたちが無事にエッグエッドを出航したら、あの島に行かざるを得ないよね、なんて話もあって、まあ、それエルバフなんだろうなっていうふうには、まあ、一応こう、まあ、いろんなね、考察とかで、こう、やっぱこっちなんじゃない、こっちなんじゃないかみたいな、ありますけど、一応これエルバフだろうなっていう規定路線というか、まあ、あるわけですよね。で、そこにサウロンもね、今いるんじゃないかっていうことで、ロビンが、まあ、そこでサウロンにも再会できますというところで、まあ、エルバフにもう、まあ、ウソップの夢ってのもありますからね。うん。こう行くことがもうほぼ確定してるっていう状態だったわけですよね。まあ、ただこう、やっぱね、エッグヘッド編って、まあ、乗り越えれるんだろうけども、どう乗り切るんっていうところがあったわけですよね。誰かやっぱり外からの介入がないと乗り切れないんじゃないかっていうのがあった中で、いやー、まあ、他にもまだ来るかもしれませんけど、ドリブロだけじゃないかもしれませんけど、とりあえずドリブルが来たっていうところでは、もうめちゃめちゃ、もうなんかね、自然と笑みがこぼれたね、もう今回こう読んでて、最初からね、まあこの後また話しますけど、最初からこう、前回の最後に誰か来たっていうのがあって、まあ僕てっきり黒ひげだともう思ってた、黒ひげタッチというか、ラフィットとデボンとかだと思ってて、救助船というか、避難船を助ける義理は別にないけど、海軍に、まあ、見つかったから襲ったよみたいな感じで、まあ来るのかな。だからルフィにとって敵か味方かっていうとちょっと怪しいよねみたいなところがあったわけですよね。で、まあそういう風に前回から匂わされてて、実際誰なんだっていろんな考察もありましたよね。っていう中で、いやー、ここが来るかっていうところね、ありましたね。で、今回もその、だからそこをさ、こう、どんどん、いや、まあ、最後に明かされるのかな、どうなのかな、みたいな感じでね、やってたら最終ページでこう、まあ、いよいよ来たぞと、で、船も分かったぞ、誰か分かるぞ、つってドリブルですからね。いやー、すごいわ。やばいよ。本当に。はい。ということでね、まあ、ちょっと最初にもう、ぐわっと語ってしまいましたけども、まあ、中身をね、しっかり見ていこうというところで、今回1106話、君の味方っていうところね、まあ、やって、まあ、まず、この横にですね、こうルフィとキザルが激突、興奮必死のコミックス最新108巻は3月4日発売ということで、まあ、前回がノベルヒロインズのね、宣伝がこうバーンと打ち出されてたんですけど、今回はコミックスのね、宣伝ということで、まあ、ノベルヒロインズもコミックスも3月4日に発売されるということでね、まあ、3月4日楽しみですね、ワンピース、この好きな人たちにとってはね。で、まあ、1106話は君の味方っていうタイトルがつきまして、まあ、ここはどういうね、話になるのかなっていうのは、まあ、ここはわかんないわけですけども、ダブルミーニングが今回ありましたね、またね。でも1ページ目、ね、ちょい見せからやってる通りですね、やってるじゃねえか、新聞で見た通りっていう風に、まあ、船が来てるんです。まあ、ここでね、ここだけで分かった人もやっぱいると思うんだよね。この、例えば船の形とか方角とかで分かった方もね、いらっしゃるっていうのはね、やっぱすごい、ワンピースのね、ファンはすごいなと思いますね。そこでね、一旦こいつらに関しては、まあ、終わりまして、ただこう、まあ、でもこいつらがね、前回の避難船を救ったというか、まあ、海軍が打ちのめしたやつなんだろうなっていうのは、まあ、なんとなくここで察しがつきますと。で、やってるじゃねえか、新聞で見た通りっていう言葉から、まあ、なんか黒ひげじゃないっぽいなとは思いましたね。正直このちょい水の段階で、あ、黒ひげサイドじゃないんだなってことは分かりましたね。この船を見て、まあ、なんか例えばジェルマなのかなとかね、まあ、いろいろ考えてたんですけど、まあ、僕のね、薄い知識ではちょっと何とも言えなかったですけども、とりあえずでも新聞で見て来た、駆けつけてきた誰かってこと、まあ、だルフィサイドなのかなっていうのはなんとなく察しがつきますよね。でルフィに関してもこうどっか飛ばされまして、いなくなりまして、見つかってで、でもめっちゃまだ食ってて、で、海軍にね、捕まろうかな、どうかな、みたいなところだったんですけど、ここで、まあ、二課に、うん、戻ったと。
満腹パワーみたいなね感じで、まあこの海軍もね、こうまあやっぱ2巻ルフィ4校になんてかなうわけないですから、なんでもうせーので回路石かけろせーのって言って、次のページでグエーってね飛ばされて、飛ばされてるのがね、まあこの海軍たちなんだなっていう感じなんですけど、でまあね話に関してはちょっと前回のところに戻って、引き続きねこの空から落ちてくるボニーとか、あのクマとかね、アトラス、サンジ、フランキーとか、まあその辺ですよねっていうのがバーッと落ちてきてる中で、クマのパシフィスタのレーザー、これが打ちのめそうとしていると、ベガパンクそこでねアトラス応答しろと、アトラスボニーに伝えろっていう風に言って、何を伝えるんだろうなと思って、アトラスが何かをボニーに伝えていると。でそこでボニーの目がこうクッと開くわけですよね。驚きの表情を見せるわけですよね。なんだろうと思ったら次のページですよ。撃たないでお父さん、私たちをこの島から逃がしてっていう風に声をぐわっと発信しますと。そしたらパシフィスタはその声を聞いて、なんと海軍側に攻撃を始めるんですよ。これもまたね、熱いし感動ポイントですよ。僕もちょっと今感極まりましたけども、一瞬ね。はい。で、これはまあ次のページとかでも明かされるわけなんですけど、私の唯一の不安要素は、ボニー、お前が最愛のうちに殺されることと、ベガバンクね、まあ、前回からの引き続きで言ってるわけですね。で、クマ、お前が最愛の娘をその手にかけること、それだけは起きてはならない悲劇。だから私は、クマの姿をした全ての個体にプログラムした。たとえ世界最高の権力で、任務を言い渡されていても、たとえ世界を敵に回してても、ボニー、クマはいつでもお前の味方じゃっていうね。いやー、熱いわ。前回のね、こうベガパンクのステラのこの言い方を見てると、こういうシステムは導入してないというかね、ああ最悪でこう考えていたところが実際に起きてしまったっていう、こう悲観の感じというか、悔しさ無念さみたいなのが伺えたので、そこも含めてこう僕らもあどうなるんだろうっていう、こう煽られた部分ではあったわけですけど、まさかこのプログラミングをねしてるというところでね、いや憎いですね、ベガパンク本当ね憎い男ですよ。だからまあこれは私の身勝手な願いだからって言って、次のページですね、分かっていると思うっていう、ね、サタン戦にぐさっと胸を貫かれていると。でそんなことをすれば必ずどうなるかということくらい、まあベガパンクもね人ですからね、ちょっとさすがにこれは例えば白ひげとかねガープがこう胸とかね腹を貫かれるのとちょっとわけが違いますから、しかもこの位置的には心臓のあたりの位置というかねいう風になりますからね、ちょっとやっぱりまあステラやっぱ一人でねここにいたっていうだけでかなり危機感はありましたけども、ちょっとステラはねどうなるんですかね、ちょっとわかんないですけどね、こう怪しい雰囲気が出てきました。でキザル行けって言われて、キザルがまあ矢坂の勾玉かな、こうビューンと光をと放して、天の村子までこうね刀を出して、重ねて4つだって痛みはねえからよボニーっていうふうに切ろうとするんですけど、そこでアヒャ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 なんですよね。キザルがもうキザルも汗をかいてやべっていうね感じがありましたけども、ルフィがまあ2課になったルフィがですよ、手をグワーンと伸ばしてきてキザルを殴ったと、助けたわけですね。いやー来てくれましたルフィがね。でそしてですね、ここでどこを麦わらっていう風にボニーが言っていて、満腹フルパワーって2課のモード楽しくなってきたーってこのリズムをね奏でるわけですよね。いやついに来ましたね皆さんね、ボニーとクマが2課に対面する時ですよ。ね、今までこう巧妙に合わないようにねなってたわけですから、で海兵もね外から見てて、島が揺れてねえかっていう風にまあ言うわけですよね。ほんとそういう感じになってる、まあ全部がゴムのようなね感じになってるというところで、まあこうサタン星に関しては沈黙で、キザルはちょっとみたいな感じに、ね、なってるわけですね。でボニーベガパン駆け寄って逃げを殺されちまうって言ってます。リズムが鳴ってることで、このイニシエの巨人兵もグーンってまた光ってるわけですよ。これちょっといつ動くんですかね、そろそろ動いても今満腹フルパワーなんで、まあそろそろ動きそうな感じがしますけど、やっぱりでもこうニカのこのリズムとかそういうものが原動力になってるんだなっていうところですね。でボニーも気づきますと、このリズムで、クマと過去小さい頃に喋っていたニカ操作、私の憧れだ、こんなリズムに乗って笑いながら現れる、ドンドットットドンドットットっていうね、それにボニーはこう思い出しながら気を取られる。そしてベガパンクは語るわけですね。そのニカの姿を目の前にしたボニーに対して、やはり気づいておらんかったか、私もこの目で見て確信できた、クマが目をかけたあの麦わらのルフィこそ太陽の神ニカだったのじゃっていうね。うわぁ、ちょっとやばい。感極まるね。これはね。もう迫力に押される。このワンピースというもののね。迫力に気押されます。僕もね。で、もうボニーも自然と涙ですよ。溢れてきて、っていう風にね。で、クマは正しかった。マスターコールなど無駄じゃ。
何百年も彼を待ち望んだ者たちが世界中におる。ここかっこいいセリフだな本当に。まあ、この後出てくるねドリブロもそうなんですけども、ここではねこうドリブロだってまだ分かってないから僕らも、だからそうなんだっていうような認識しかないわけだけど、でも確かにこのエルバフ、まあ、そのそれこそオハラの爆発バスターコールが終わった後にメガパンクが行った時に巨人族がこう本をね 書物文献を持ってってたように、それもしかりだよね。太陽の神っていうのはエルバフ信仰がね、エルバフの信仰の先にあったわけだしね、それもしかりで、まあ、クマがこうニカをねこういう風に語っていったりとか、まだバッカニア族っていうものですよね、もしかりで、キングも探してたよね、ジョイボーイとかニカっていうもの、それをもしかりだし、あのフーズフーのようなこう囚人としてね聞いたものもまあしかりだよね。ニカっていうものに幻想、まあ結果的には敵側として終わりましたけど、ニカに幻想を抱いていたっていうのもしかり、あとはこうアラバスタだったりとかね、まあ、そういう太陽信仰のありそうなところもしかりですよね。で魚人族もそうだよね、に当時の人魚姫っていうのはジョイボーイからこう謝罪文が送られたりとか、そういうのもまあ二課関連っていうことですよね。だからもうここでメガパンクが言うようにこう何百年も彼を待ち望んだ者たちが世界中にいるっていうのはもう僕らもなん、まあその一部ですけどね知ってるところであって、ただここでそのそいつらがいるからバスターコールなんて無駄だって言い切れるベガパンクのかっこよさ、その確かに次のドリブロが来たところを見ると、あの確かにバスターコールなんて無駄だなとは思うけど、まあ、あとはルフィたちがね別にバスターコールでやられるとかっていう、まあ、想像も全くできないけども、ただまあバスターコールってやっぱり一応世界的にはすごいこう驚異的なものであってね、島一つをしっかり消すわけじゃない、誰も逃さずというかねっていうものも、その世界に散らばっているニカを信仰している者たちがいるから無駄なんだっていうことなの。いやーかっこいいわ本当にそれを言えちゃうのが。そしてあいつらの正体が分かっていくわけですよね。エッグヘッド北東の海岸っていう風にやって船が明かされるわけですよ。まずね、まず船が出るわけ。もう僕はもうすっかり忘れてるから、もうこんな船だったんだとあんま全然分かんないけど、ただこう刀がクロスして誰なんだろうなと思いましたけど、でこちら北東の海岸バカでかい船が接近中ってことで、まあ、確かにバカでかいんで海軍の船と比べるとね、でやっぱり間違いない、しかし100年も前に滅びたはず、止まるか、いや突っ込む、なぜあいつらがこっちへ来るぞ、撃て、クソ、なぜ巨人族がここに、なぜだなぜだと問い上がるぜドリー、この世は必然しかねえのになブロギーっていうね、かっこいい、ガバババババ迎えに来たぞ麦わらっていうね、でギャ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 太陽の神よっていうとこなんですよ。そして海兵は緊急事態発生、巨兵海賊団が現れましたって言ってね、終わりっていう風になるわけなんだけど、もう超熱い、このテンポの良さですよ。まあ、読んでる人には違うと思うけど、でもテンポの良さがもうね、心地よすぎてね、自然とぐーっと胸をこう高鳴らせてくれるんだよね。もう、ま、僕らの鼓動もなんかどん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 になっていくような感じの胸の高鳴りがね、しますね、ここへね。で、まあ一応シャンクスの、さっきも言ったようにシャンクスの一件があった時に、一応ドリー・ブロギーの言葉っていうかね、その生の声っていうのは聞けてるわけだけども、ただ実際ね、こう、まあ、ルフィたちといよいよ会うというかね、感じにはなりますよね。もう全く軍艦なんて聞かないんだね、この人たちにするとね。大砲とかバンバン多分打ち込まれてるわけじゃないですか。でももう全くものともしてないですもんね。でちょっと前に戻ると、この100年も前に滅びたはずって言われて、100年も前ってなんだろうってちょっと思ったんですよね。思ったけど、巨兵海賊団が出てきた後からすると、巨兵海賊団のその懸賞金、当時のまあ1億っていう懸賞金ですよね、それってその当時の懸賞金で100年前の話だよっていうのはもう常に明かされてるわけですよね。だからその辺なんて もちろん頭に入ってるんだけど、誰だろう100年って、100年も前に滅びたとって何みたいな、どういうことみたいな感じだったんですよね。もしくはこう新規キャラかなっていう可能性もやっぱあったわけでね、っていうところでは何だろうと思ったわけですけど、まあここでねドリブロだったっていうところでね、ああそうか100年だわ確かにと思いましたね。僕もちょっと知識がね全部入ってしっかりいつでも出せるわけじゃないんで、ここでねドリーのねこう必然しかねえのになっていうのとかね、もうあのそれこそウープスラップ村長のね夢か定めかとかもそうでしたけども、こういった言葉が出てくる瞬間ってのもまた僕らこうドキッとするものがあるというか、で、まあ迎えに来たというところでね、でドリーもしっかりと太陽の神っていう風にルフィを認知してるわけですよね。だからこれがね、だいつから認知したのかっていうところもありますよね。まあ多分そのさすがにリトルガーデンの時にルフィのこと太陽の神とかって思ってはないと思うんだよね。なんならそれで、まあ、いつ思ったかにもよるけど、それで言うとこうね、あのドリーなんてのはこう
一回戦ってるわけじゃない、ルフィと。で一回こう埋めたりとかねしたりっていうのもあったわけで、でまあね、助けられた恩があって巨大金魚っていうものを貫く破国を見せて助けたりとかねしたわけなんだけど、いや本当いつからねなったんでしょうね。そのだからこれがエルバフに戻ってきた理由だと思うんだよね、僕的にはね。やっぱあの二人ってもう100年喧嘩してますよと。でリトルガーデンの一件もあってこう武器も壊れて、まあ、とそれからずっと2年間の修行後のね、あの世界の甲板からとかもそういうのも含めてですけど、全部こう殴り合いでこうやってる様子っていうのが描かれてたわけじゃないですか、扉絵とかでも。だから勝負がつくまではもう絶対出ないんだっていう信念のもとあそこで戦ってたわけですよね。どっちかしか帰れないっていうねのがあったわけですよ。ただこうシャンクスがいた時に帰っててえみたいな、しかもまあどっちかがいないとかもなかったしね、まあどっちかがいないのも僕らはよショックなわけだけど、だからずっと戦ってて欲しかったわけだよね、 なんならね。だけど2人とも戻ってきてると、だからえどうしてみたいなのがあったわけですよね。これがやっぱりだからミカの発生っていうものが原因してると思うんだよね、さすがにね。戦ってる場合じゃねえぞっていうことになってると思うんですよ。戻ってきてニカに力を貸さないと、ニカのためにならないとダメだよっていうのが、まあだからね、あのエルバフのなんか言い伝えなのかもしれないし、誰かがこうお告げ的な感じなのかもしれないけども、それで戻ってきてると。でそのニカの発生っていうのも何かしらのあれで分かったから戻ったっていうことなんだよね。まあ手配書を見たとかね、うん、そういうのもあり得ると思うんですよね、ワノ国の。にしちゃ早いのか、にしちゃ早いのかな、ちょっと分かんないけど、まあでもね、そういう何かしらで分かったから戻ったと。で戻って聞かされたんじゃ遅いと思うんだよね、だからそのきっかけがあって戻ってると思うんですよね。まあとにかくですね、この挙兵海賊団が現れましたというところで、まあエクエット事件が今後どういう風になっていくか分かんないですけど、もう第一のトピックというか、まあ第一か分かんないけどね、まあ、最大のトピックの一つにはもう絶対なりうるね、100年まあ、ある意味消息を絶ってたというか、海賊団が復活したわけですからね、この赤鬼青鬼っていうのが復活したわけですよね。当時の懸賞金1億って今だともっとってことだからね、あの言い方的には。でやっぱりキッドの船を破壊したりとかっていうのもしっかり、まあ、この登場シーンもそうですけど、やっぱりあの当時のリトルガーデンで見てたような強さよりも圧倒的に強いんだろうなっていうのがもう分かるわけじゃないですか。まあね、あの脳筋っぽいからそのミスター3とかには騙されますけど、あのだけどその腕力というかその力自体はもう圧倒的に強いっていうようなことがね、もうここでも明かされますよね。まあ、ただこの2人がこう来たことによって、例えばですけどサタン星やキザルが負けるともあんまり思えないじゃないですか、正直。だから果たしてどういうふうに逃げ切るのかっていうのはちょっと僕もまだ分かんないところだなとは思いますけど、まあ、ただめちゃめちゃ熱かったね。もうなんか来そうな気が、まあ、てか結局黒ひげ海賊団も来るからね、この後それいるから実際に、だから来ないってことはないと思うんだよね。なんで、まあ、また現れると思いますけども、どうやって逃げるのかっていうね、まあ、ただそこでもバスターコールにこう退路ができるっていうのはあるよね。まあもうめちゃめちゃ熱かったわ。でもね、こう皆さん分かってると思いますけども、事後救済ということでね、はい、まあまあまあもちろんそう、あの前回僕もね、あの多分来週後は救済ですよさすがにっていう風にあの言ってましたけど、いやこのまた超いいタイミングで救済になるわ、見たいもんこの次ね、ちょい店もねまたこう1週間先延ばしになりますからね、いやー楽しみすぎるな、これどうなっていくんでしょうね。はい、ということで今回ワンピース1106話語っていったわけなんですけど、皆さんいかがだったでしょうか。皆さんのね思ったことや感想もぜひねコメントとかで聞かせていただければと思います。そしてこの動画いいと思った方は高評価、ワンピース好き今回面白かったと思う方は高評価、そしてチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それではまたちょっと飽きますけどもね、はい、次回またお会いしましょう。さようなら。